今日はお盆の意味について話をしていきます。毎年8月15日を中心とした数日の間をお盆と言ってお墓参りをしたり本家に集まって会食をしたりしていますがお盆には一体どういう意味があるのでしょうかお盆は正しくは 裏本と言ってお釈迦様の説かれた仏説裏本教から起こったものですこのお経にはお釈迦様の十大弟子の一人木蓮尊者のエピソードが出ていますお釈迦様が祇園少女におられた頃のことですある日神通力第一といわれる木蓮尊者が 亡くなった母親を案じたところ生前とても欲深かった母親はガキ道に落ちていることがわかりましたガキはいつもお腹を空かせているので食べたくて食べたくて仕方がないのに食べることができないのでひもじい毎日で骨と皮ばかりになって苦しんでいる世界です そんな母親の様子を見て、深く悲しんだ木蓮尊者は、すぐに蜂にご飯を持って、母親に食べさせようとします。しかし、母親が喜んでそれを食べようとすると、たちまちそのご飯は、燃え上がって消えてしまい、どうしても食べることができません。 鉢を投げて泣き崩れる母親を前に、木蓮尊者は悲しみ、何とかしたいとお釈迦様に尋ねます。どうしたら母を救えるでしょうかするとお釈迦様は、そなたの母親の罪は深い。そなた一人の力ではどうにもならない。この 8月15日に、飯、百味、五花といった珍味を、十方の大徳集僧に伏せしなさい。伏せの苦毒は大きいから、亡き母はガキ道の苦難から免れるであろう、と教えてくださいました。百味とは、 いろいろなおいしい食べ物や飲み物のことで、五花とは桃や梨やザクロなどの5つのもののことです。木蓮尊者がお釈迦様の教えの通りに伏せしたところ、母親は立ちどころにガキ道から天井界に浮かぶことができたそうです。裏本はこのの尊者の エピソードから、だんだんと先祖供養の日となって、今日に続いているのです。では、このウラボン教のエピソードは、本当は私たちに何を教えているのでしょうか。ウラボンは、昔のインドの言葉ですが、これは、刀剣ということです。刀剣とは、 逆さに書かれるものですから逆立ちしているものということです。ですから、裏盆教とは逆さに書かれるものを救う方法を教えたお教ということです。では、逆さにかかって苦しむものとは誰のことでしょうか死後だけに ガキ道があるのではありません。何のために生まれてきたのかという本当の生きる意味を知らずに、どう生きるかばかりで苦しんでいる私たちは、仏様からご覧になると、みんな逆さにかかって苦しんでいるものであり、ガキなのです。私たちは毎日、 お金や仕事に責め立てられながら生きています。お金は生きるためには必要ですが、お金で幸せは変えません。忙しい、忙しいと言いながら、あっという間に一日が終わってしまいます。そんな毎日ですから、時間も余裕もないから、生きる意味なんて考えてられない。 と思っている人が多いのではないでしょうか。しかしそれは目的地なしで飛んでいる飛行機のようなものです。生きるために必要なお金や仕事などの生き方は飛行機で言えばどう飛ぶかという飛び方にあたります。空の旅には乱気流や故障など いろんなトラブルがあるので、どう飛ぶのかという飛び方は大切です。ですが、燃料には限りがありますから、いつまでも飛び続けることはできません。着地する目的地がなければ、やがて必ず燃料が切れて墜落してしまいます。それなのに、 目的地を考えずに、飛び方だけ考えているのは、本末転倒です。それと同じように私たちも、何のために生きているのかという生きる目的を考えず、どう生きるかという生きる手段しか考えないのは、飛行機で言えば墜落あるのみです。 そんな目的を考えず手段ばかりを考えている私たちが逆さにかかって苦しんでいるものなのです考えが逆立ちしていますからどこを見渡してもただ苦しみ悩みの声ばかり聞こえます私たちは亡くなった先祖のことばかりを心配して 自分がガキであることを忘れていますが、この深刻な自分の心の現実を見つめるとき、そんなガキこそ本当の自分の姿だと驚くのです。お金や仕事、その他の生き方を考えることも大切ですが、何のために生きているのかという生きる意味を 考えることはもっと大切ではないでしょうか。その本当の生きる意味を教えられたのがお釈迦様なのです。お盆は亡くなられた方をご縁に自分の人生を見つめ本当の生きる意味を説かれた仏教を聞く機会です。今、現に逆さにかかって 上、乾き、苦しみ続けている自分自身を救う日なのです。では、その本当の生きる意味とは何かについては、現代の仏教は、葬式法事仏教になってしまい、聞く機会がほとんどないと思います。そこで、無料のメルマガで配信しておりますので、ビデオの下の URL からメルマガ登録してご覧ください。<music>